いや、なんか様子がおかしい。え、キモ。うわ、食べろって言ってるでしょ。セバスチャンに襲いかかる数々の恐怖。そんな彼の前に現れた謎の女。つだよ。なんかいる女の人。あれ、今いたよ。やばい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 。ピザ買ったお姉さんから逃げるセバスチャン。果たして彼は無事にこの迷宮から脱出することはできるのだろうか。イモリの戦士、かませスニークキル。怪しいね。いや、なんか小映え？いや、ハエか。オーマイガー。気の毒なやつだ。これ割ってさ、一人腐っていた。ほら、割れたわ。で、なんか、うえ、ちゃんとウジ虫いるわ。キモい。心配ない。2525さん、こんばんは、いらっしゃいますね。ゆっくりしてってね。確かに静かすぎるな。第3、いらっしゃいませ。痩せちゃうわ。痩せちゃう。なあ、おい。聞こえたはずなのに。見てみるか。生存者がいたぞ。生存者を発見しました。そもそもステムの中でああいう人を見つけてさ、なんだろう、話しかけようと思う普通。おい。食べなさい。痩せちゃうわ。ほら食べて、全部食べて、食べなさい。痩せちゃうわよ。いや、なんか様子がおかしい。え、キモ。うわ、食べろって言ってるでしょ。おい、これ前作より怖くねえか、マジで。普通に何だ。まずい。いや、いきなりかよ。くそ。やば。バイオのお母さんやんけ、ワロタ。おい、なんだ、気持ち悪い。うるさだ。頭吹っ飛んだの知らない。ちょっと待って、命中率が悪い。危ない。オッケー。グリンジェルゲット。調べよう。何者だこいつは。キッド。早かったわね。何か分かった。まあ。いや、気持ち悪いでしょ。ここはビーコンと全く同じだ。人間が化け物に変わる。そんな。一体何が。わからんが、リリーのことが心配だ。何も言うな。俺が必ず見つけ出す。いやー、これは、いやー、リアルにやばい。あ、そうや、子供はどうした？大丈夫か？え？頭が気持ち悪い。何食わされてたのこれ。あれかな、豚しゃぶかな。ワンチャン豚しゃぶ。
来ましたよ。これがサイコブレイクだよ、本当に。割れないのね、ここら辺は。上か。顔からチンアナゴ。チンアナゴは割れた。これは開けられないのね。なるほど。ん？なんだ？調べるって書いてあった、今。え？登る？登る？何登るって。あ、階段もこういう風にショートカットできるようになったのか。なるほどね。いろいろとやっぱ前作とは変わってるとこが多いな。お、これはなんだ？ガンパウダーか。クラフトね。っていうことなんかバイオハザード7みたいだな。ガンパウダー手に入れて弾薬作ったりとか、なんかさ、そう、あの弾の威力をちょっと強化するとか、そういう感じの。バイオハザード7っぽいよね。なんかこうやって FPS 視点もそうだし。とりあえずもう何もないね、ここは。ガスが溜まってますわ。胃の中にガスが溜まってる。とりあえずね、弾がもう一発しかないんだよね。いや、何もねえか。クソエイムで草。いや、マジで。いや、あのね、まず初見プレイだから、ほんと。こっからよ、こっから。あの、まあ、ビビってだからね。そう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 。やっぱビビってたもん。四角でリロード？オッケー。こっからよ。やっぱり俺のエイム力の、凄さはね。レインボーシックスで鍛えたこの技を見せるときが来ましたね。え、壊せなくね？あ、壊せる箱と壊せない箱がある。え、嘘。なんか気持ちよくなるな、この画面。これは壊せないのか。おっと、これは初めての車を乗るとか、そういうパティーンのやつじゃないだろうか。え、車によじ登れるだけかい。なんかすげえ。なんかね、なんだっけ、あのゲーム。何？あ、ユニオンね。なんだっけ。あ、そうだ、ラストオブアスだ。なんかラストオブアスやってる感じが。何？え？何？なんでダッシュすることかんの？怖い怖い怖い。説明だけ？ラストオブアスなんかやってる。今度は何だ？銃声だ、銃声。あ、あそこになんか何人かいる。おーおーおーおお。おうおう、仲間がいる、仲間が。おいー、大事なところ倒れるなー。鬼いる、早く。やばい、うっそー。いや、てかめっちゃいるんだけど。まだ生きてるやつがいたんだな。こちらにしろ、どこも化け物だらけ。来てる来てる。中に入って、あの男から情報を聞き出す。待って、この時のさ、視点だとさ、矢印出なくね？必要があるんだ。はいはいはい。しゃがむ、はい、スニークキル、はい。食われてる食われてる食われてる。なんかあったよ。ガンパウダーゲットじゃない。これはただの瓶か。どれだ、これか。投げるわけや。くらえ。ちょっと FPS 視点に戻そう。いや、こうやってね、隠れるときね、なんか気配アイコン、敵が何かの気配を察し始めると画面上部に目のアイコンが表示される。2番がやばくね。1番。いやいやいや、めっちゃ食ってんだけど。やば。こんなのショットガンがねえと無理でしょ。こちらに気づいていない敵の近く行って、スニークキルをかませて。そういうことですな。任せてくれ。スニークキルは得意です。いきますよ、皆さん。3、2、1。イエイ。
しかもこれ隊員じゃねえや。いや、めっちゃおっかねえ。カズキさん、こんばんみ、いらっしゃいませ。ゆっくりしてってくださいね。オッケー、決まった。くそ。デスヒラさん、どうも、こんばんはっす。いやいや、もう後ろにこんなにいたんかい。バイバイ。おお、間一発。よし、これで入ってこられないだろう。これで入ってこれないだろう。学者みてえなやつはどこ行っちゃったのかな。いや、うめき声怖い。うめき声が怖い。しかもなんか処理入ってる。書類入ってるから、なんかすげえ画面がカクつくわ。直んねえか早く。これあ、直ってきたかな。うん、すんげえ処理速度が半端ねえ。敵いるでしょ絶対。こっち来るな。わかった、落ち着け、撃つなよ。もう喋れる時点でこっち俺は敵じゃねえってことがわかるでしょ。何もしないって。ほら、銃を下ろせ。まずは銃を捨てて信用を得ると、そういうことですか。あの化け物の一味でもなさそうだけど、でも味方とは限らない。そうだな、俺はメビウスじゃない。だが奴らに送り込まれた。あの化け物たちを見たか。奴らの力もなあ。見た。お前は相棒が犠牲になってくれたおかげで運よく逃げ切れた。相棒なんかじゃない、彼はただのユニオンの護衛部隊だ。僕を守るのが仕事だった。僕の仕事は機械の修理だ。こんなところで死んじゃ割に合わない。兵士じゃあるまいし、エンジニアなんだから。そのようだな。止まれ、撃つぞ。ちょっとあっさりすぎでしょ。あっさり取られとるやん。兵士ならセーフティーを外したはずだ。言ったろ、お前の味方だって。仕切り直そう。俺はセバスチャン・カステヤノス。オニールだ、リアム・オニール。メビウスでもないのにどうして彼らに送り込まれた。俺の目的は、俺はコアを修復しに来た。お前と同じだ。へえ、まあ頑張って。僕は抽出されるまでここで持ちこたえるよ。それはできないらしい。リリーが見つかるまではな。リリーって？コアを見つけないと。みんなここでお堕物だ。助けが必要なんだ。一緒に外に行こうって言うならそれは無理な話だよ。ここは拠点、ここにいれば安全。わかる？でもコアの手がかりなら知ってる。コアの周波数で共鳴する信号を近くで検知したんだ。信号をたどろうとしていたら襲われた。これ聞いてみて。小さい女の子みたいな声だろ。静かに。今のはこれ娘囚われてんな。そうだと思う。何かに囚われてるよ。ずっとこんな変な信号ばっかり受信するから発信源が分かるまで確かめようがない。どうすればいい。君の通信機でも受信できるよ。いや、そのね、外に出て確かめてみると。こいつパルスってさ、分かるレインボーシックス知ってる人にしか分からんネタやですよね。辿ってみてもいいと。いや、ダメだ。いや、パルスこんな弱くないから、ま、脱出する方法はそれしかない。パルスそもそもセーフティー外すからね。
通信機をペアリングしよう。何か見つけた時連絡できる。いいよ。害にはならないだろう。オニールの任務、調査チームについて補給品もっと強力なもの。あ、これ聞くのね。オニールの任務。お前が閉じ込められて1週間だよな。もうそんなに？こっちは時間の流れが不安定なのか。楽な仕事のはずだった。夕飯には帰れるくらいの。でも僕が知る限りこんなのは初めてだ。どういうことだ？不具合はコアがいなくなった時に起こる。でも、なるほど。それじゃ説明がつかない。世界が継ぎ目から崩壊している。安定化装置を使ったけど狙った効果は出てない。安定化装置？メビウスから送り込まれたのに知らないの？知りません。チームは調査チームについて。他に治安部隊がいたけど、まあそうだね、5人ん？いたってどういうこと？ベイカーを見つけた。死んでいたが。そう、無理もないか。彼は強い信号を受信してその調査に向かったんだ。抽出を要請して結果を報告するだけで、危険な仕事は人に任せようって僕は言ったんだ。でも耳を貸さなかった。リーダーだからね。勇敢なんだ。僕に言わせれば勇気と愚かさは紙一重さ。ちょっとなんか嫌な感じですね、このパルス。身長と臆病も紙一重だ。やめてくれよ。彼が死んで嬉しいなんて言ってない。僕がそんなろくでなしに見えるかい？みんなには生きててほしいさ。見つけたらすぐに知らせてやる。本当に？ありがとう。リンリムさん、こんばんは。配信は初見です。お、なるほど。ぜひ楽しんでってください。外は思っていた以上に。ホラーゲームしてるんでね、今。武器や補給品はどこにある？さっき他の信号について話そうとしたら聞かなかっただろう。今度は聞いてやる。治安部隊の二人から情報を拾った。武器について話してたよ。辿っていけば装備があるんじゃないかな。二人が手を貸してくれるかも。考えておこう。じゃなくて、僕はここで一人きりなんだよ。護衛が必要なんだ。お前があの護衛兵を犠牲にしなければ。もういいよ。通信機で信号にマークをつけておくから、たどるもたどらないも好きにすればいい。もっと強力なもの。あの化け物、厄介だな。追い払うのに弾がいる。ここにもっと強い武器はないか？ここにはないけど、他の場所にはあるのかも。ここは平和目的で作られたけど、ネビウスと武器は密接な関係にある。その武器はどこにある？外は大混乱だ。強力な武器が大量に手に入ることはないと思う。でも近くの装甲車のあたりに使えそうなものがあったな。絶対ショットガンでしょ。でも気をつけて、化け物がうじゃうじゃいたから。オッケー、もう以上。ショットガンでしょ。武器を手に入れないといけません。さまようシグナル。